はい、どめきです。今回ですね、突如配信が開始された FF7 のリメイクのね、体験版をちょっとやっていこうかなと思います。なんでこれデフォルトタイプカメラ操作難易度ノーマル、イージーと同じアクション操作、ノーマルでいいでしょう。で剣による攻撃、長押しすると支援の範囲攻撃。なるほど。侵入者か。おとなしくしろ。笑わせる。おお。メニューがない。コマンド。
操作説明があんまないな。 R1 でなんか走るっぽい。なんか押してないもんこれ。すごいね。よし行こう。しかし懐かしい音楽めっちゃいいな。何事だ。おい、止まれ。ご苦労さん。あとはやれと。時間経過や仕掛けで攻撃するとゲージが溜まる。2段階まで溜まる。好きにしろ。どけ。ゲージを消費することでアビリティ魔法を相手に能力満足か。これで決める。ああ、なんかある。ブレイバー。ブレイバー行こうか。叩き蹴る。熱い。なるほどね。メインメニューのオプションでメインメニュー。アイコンに近づくとジャンプやフーズのアクション。なるほど。ステータスのとこは ショートカットコマンドとかできる。マジック。ファイヤー使える。アイテムポーションが7個。ステータス。あ、ここにマニュアルがある。いろいろある。システム、オプション。若干音がちょっと大きい。1ぐらい。あとはいいか。いいな。マップを見れる。すごいな。自動で行ってくれると思う。来た。抵抗はやめろ。敵の攻撃は R1 か×でかわす。ガードと×。ガードに成功したら、ね、おとなしくしたれ。囲まれる感動だ。軽いな。どけ。遅い。終わったな。
ニュアルに書いてるかな。グレイブモールってやつはまだないのか。宝箱を調べる。あ、三角でボールプレートの中を調べる。三角だ。ポーションゲット。手榴弾。これか。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面白い。声がいいわ。見た目がいいから許す。クラウドさん、頼っていいっすよね。まずは顔、基本でしょ。もうすぐ開く。どうせ俺は基本がない。バレた。っていうか、出場しますかしら。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと。興味ないね。ウェッジ。あ、高い金払う。がっかりさせんじゃねえぞ。R3 でターゲットロックオン。R3 か。R3 にターゲット。食事だ！ああ。来い！回避と体の使い分けがいいのかな。バーサでは、アブリティ使ってみる。消え失せろ。
慣れるまでは結構あれだな、難しい。アイテムとかはもしね、上から行っていい。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。なんか三角で決定を押すのが違和感がある。丸押しちゃう。丸はコマンドになってるのか。わかりそう。こっちだ。いるぞいるぞ、任せた。足止めのつもりか。貯めたやつがリミットだよね。多分。分かんないけど。ブレイはめっちゃダメージかかる。ガードなんかクラッシュするの結構大事そう。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬。魔功炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔功だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーラは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。
急かすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフか。三角を押すことで小指、これがさっきのブレインボード。後者バランスでいいアサルトモードと攻撃力に特化したブレインボードを切り替えることができる。そういうことか。ブレインボードでは移動は遅くなりますが、それが強撃に強化、近接攻撃がゼロでカウンター発動。回避を行うとしてなく攻撃用の方がある。なるほどね。難しいな。一人させるなよ。集中砲火だ。どこまで。よっ。刻む。ああ、お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。おい、ジェシーを待たせるな。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せ。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。
うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。仲間だ。バレットは遠距離、剣では届かない。剣狙える。お前の剣じゃ届かない。そこで見物してな。これにかかれば楽勝よ。こっちだな。まだまだ。なんかこうぶっ放す。なんかこうするチャレンジ感とか。ぶっ飛ばしてやる。はい、軽い。あ、なるほど。狙うぜ。リロード中。そっちか。うっそ。邪魔見やがれ。お、強い。まだ。エルニアルニでコマコマ。いけんだろ。報酬分は働け。邪魔だ。どいて。行け。いや。終わりだ。見せろ。刻む。切り替えんのむずいな。あんまねえか。切り替えはちょっと結構むずいぞ。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。はい、じゃあアルニーダッシュ。結構早い、感覚が。まだ簡単すぎる。さあ大丈夫？クラウドいい。ここまで来れた。見てば、あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。
で行ってるか。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに桁違いだ。舐めてかかると死ぬ。覚悟あんの？魔法の方が効くから隙を狙って決めていけ。魔法だって嫌気がする。ヒント なんかのけだった時とか。アビティア魔法で。このまま動きを止める。畳みかけろ。おい、クローだ。えっ、復活しちまったか。チャンスは自分で作り出す。もう一度行くぞ。中に声上げる。今か、仕掛けるぞ。言われるまでもね、全力で潰す。装備キャラだったっけ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。切り替えなきゃいけないのが大変だな。難しいね。若干落ちたら星の中か。すぐに魔航路が吸い上げるぞ。消えろ。行け。こんなもんだ。
さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。時間制限30分しようぜ。はっ、ビビりやがって。に弱い。魔法で攻めろ。やるしかねえが。沈め。はい、機関投下。できない。なるほど。ソルジャー様もお手上げか。助けてやろうか。あ、どうだ。あ、大して効いてねえんじゃねえか。魔法で攻めろと言っている。罠かと思ってよ。信じなくてもいい。やれ。覚悟はいい。行け。魔法はバサンド持っているでしょ。なるほど、確かに効いてるぜ。続けていくぞ。助けてりゃもっと早く動けたけどな。効かない。
おい、全然当たってねえぞ。はいよ。穴はあるはずだ。じゃあ早いとこ見つけてくれや。ここだ。背後から狙う。ソルジャー様の活躍期待してるぜ。ルク、気負いすぎる。はい、取られちゃうな。おい、来いや。貴様ばっかしやがって。はあ、お、なんかあるステージがひらめきにするし、根性じゃ、きつい。ワイプすりゃまだまだいける。またバリアかよ。まだまだ。いやー、通らねえ。俺が出る。うずまっ、そっちは任せる。待ってました。やってやろう。そうだ、遠く行ったらバレつけ。どうだ。気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。中止。お、リミットゲージ。ダメージ上げたら。攻撃後の隙を突く。攻めるぞ。ああ、
刻む。貫く。回復が必要だ。結構難しいな。サソリに連れてやる。急げ、脱出だ。ベッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。で戻る。油断はできない。無視できない。かかってこい。狙う。終わりだ。消えろ。行くぞ。終わったな。
逃げるコマンドはないのうるさい。来いよ。
結構へばってんじゃねえか。大丈夫かよ。どうだ。暇はない。もうきっと喜べよ。
はい、ということで、こうアクション系のモードは若干難しかったんですけど、まあこれはこれで新しい遊びが入っているって感じですね。いやー、でも懐かしさとともにちょっと感動ですね。いやー、面白かったですね。はい、ということで今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それではまたです。